はい、皆さんこんにちは。エイジングサポートの利休です。3月10日、エイジングサポートライブ。今日はですね、皆さんお待ちかねの宇都宮ひろ子さんと青井ケアの加藤忠介さんの対談でライブをさせていただきます。これはですね、宇都宮ひろ子さんのラブコールですね。加藤忠介さんと一緒にお話をしたい。彼のお話からいろいろ病院のですね、看護師の業務を考え直したい、あるいは介護をもっと知りたいという、そういうリクエストから生まれました。それを快く受けてくれた加藤忠介さん、供養特別養護老人ホームの介護職員の時にですね、さまざまなちょっと疑問を感じて、自ら地元で小規模多機能型居宅を作って今も運営をしています。多くの方の憧れの対象になっています。この2人が出会って何を語るか、そこから何が生まれてきたのか、あるいはこれから何を生んでいこうとしているのか、今日の対談からまた新たな発見、あるいは新たな歩みが始まるような、そういう大きな期待を持ってですね、今日はエイジングサポートライブ21時を迎えたいと思います。ぜひ皆さんのご視聴、ご参加をお待ちしてます。たくさんのコメントもいただければ、もしかすると1時間で終わらないかもしれない、終わるわけがないよねという、声も聞こえてきますが、21時、ぜひエイジングサポートライブでお会いしたいと思います。